どうも皆さんこんにちは、長里優希です。今回はトレーニング前の導入編と題しまして、トレーニングに入る前にどういった体の準備をしてトレーニングに臨むかっていった、その体のベースを作る部分ですね。筋トレの前でもそうですし、練習の前でもそうですし、このオフシーズンのみならず最高の状態でトレーニングに挑むためのその準備の一環としてやっているストレッチだったり、その体の準備ですね、その辺を少し紹介していきたいと思います。
はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、こういったことを毎日やりながら私はいつもトレーニングに挑んでおります。まあ、地味なんですけれども、結構ですね時間をかけてやってます。これがだいたい60分から90分ぐらいですね、それくらいの時間をかけてこうゆっくり体をほぐしながら刺激を入れながらといった感じで毎日やっております。これまで、いろんなことをこう試しながらこのルーティーンを作ってきたんですけれども、まあ、最終的にあこれいいなって感じで残ってるものが最終的に今こう残ってるんですけども、こう新たにこうこの中にこう取り入れていくものであったり排除していくものだったりっていうそういう過程を経ながらこう今の状態になってるんですけれども、まあまたこれもこれから先多分変化していくと思いますし、まあここで終わりではないと思っているので、またよりいいね、より良いものをこう作り上げていくためにいろいろと試していきたいとは思っておりますが、まあ現時点では私はこういったことをこうやっているということを紹介させていただきました。ね、まあ人それぞれやっぱね、遺伝子が違うように、まあ性格も違うように、性質が違うようにですね、人それぞれにこうなんか合ったものっていうのが必ずあるので、これはこう私自身に合っているものであって、必ずしも皆さんにこうフィットするとは限らないので、ただこれを真似するというよりはぜひ皆さん自身で試してみて、で自分に合うものを選んでいってくださるといいかなっていうふうに思います。はい、ということで、ここまで動画を見てくださった皆さん、ぜひチャンネル登録いいねボタンよろしくお願いいたします。またこういったね、ことも、ちょくちょく紹介していけたらいいかなっていうふうに思っております。ではまた。